あの、力士の筋肉はすごいです。あの、この朝青龍の初動を見てください。このスピード、彼の体重は154キロあるんだよ。なのに、一般人男性にダッシュで勝っちゃうって彼の体重184センチあるんだけど、最近まあ、ボディービルダー見てる中で、あの、よりでかい人、でかい人って追い求めてったら、あの、武蔵丸って力士にたどり着いたんだけど、まず朝青龍を見ましょう。彼は、ほとんどこれね、三頭筋に入るような、あの、 腕立ての仕方だだとと思うんだけど軽々とこなしますねまあ、あの筋トレしてる人はらかると思うけどあのさっきは胸にはそんな入ってないと思う。でこれすり足何て言うのかわかんないんだけどこれもあのただでさえ辛いのにこのね朝青龍のこの迫力の中で彼が行うことそれはねコンクリートをこれね2 0キロのコンクリートをこう挟んでね 足をフルで落としてこうやって進むっていうね。これも永遠と繰り返すっていうね、映像を見て、もうびっくりした。力士すげえんだなと思って、あの、速く走れるのはちょっと海外の映像で見つけたんだけど、あの、ス,スピードもさることながらパワーも半端ないんだなって思って。うん。そんな中でこれです。これ。片方30キロだって。30キロのアームカール。若干まあ、あの、勢いつけてるにしろ、こんな軽々アップのようにできる朝勝利って、 すげえんだな。で、そういう中で、朝青龍はもう本当に体脂肪だけじゃなくて筋肉だるまって言われてたんだけど、まあ一般男性というかね、まああの格闘家のその久保正宏っていう人とやった時にこれですよ。これは引退後7年です。朝青龍。こんな強いんだね力士って。だからなんか使えない筋肉じゃないのはもちろんわかってるんだけど、うわ、かっこいい。 ここういういとがあるんだなってねそれで力士をねすごい見てるから今日はすごい力士朝青龍以外に少し紹介します。まあ、ちなみにあの全然詳しくない自分が解説する試合ではないんだけどまあ白宝石は左側のね1 5 8キロ体重があるらしくてまあずっと横綱張ってる人ね。うん、で1 9 2センチ身長があってあの朝青龍の1 8 4センチが大きい方じゃないんだってねそれもすげえ世界なんだなって思ったんだけど、うん、こうやってねモンゴル勢の意地と意地の。 ぶつかり合いですよね長くモンゴル勢がね朝青龍と白鵬で張ってたんだけど横綱をねこうやってね朝青龍がこう持ち上げるんだよこれはあの斜めに腰をね下ろした状態からグイって腰だけの力と左腕の力で1 9 2キロ違うご,ごめん1 5 8キロを、ね、ボンコって持ち上げて押し出したってこれだけでもすごい力が働いてるっていうのが分かると思いますちょっとあの興奮してテンパっちゃうんだけど。 まあいろんな相撲についてのルールとか文化はこれから学ぶにしても、まあ年取ったら面白くなるんだろうな。本当にね。で、次ね、武蔵丸あの、最初見てほしいんだけど、彼がどれだけでかいか、この真ん中ね。武蔵丸は二は235キロあるらしいです。 体重が。で、あの、あの、68代の横綱を張っていた人なんだけど、ハワイ出身の。192センチ、まあ身長あるんだけど、235キロって体重。で、彼のこの体を見てほしい。もう首あたりもこれ僧帽筋で合ってるとは思うんだけど、まあ脂肪もあることながら、なんか組んでいくうちに彼のね、背中の広さとか、まあ、あの、ケツのデカさ、まあ、ケツっていうかね、グルーツの筋肉の大きさとかも、まあ脂肪の下には何かしら背中超デカいよね。もうあるんだろう。宿ってるってのがわかります。うん 武蔵丸はあの障害戦力は779勝294敗115分けだってすごいねで対戦してるのがアケボノですね彼も2 5 0キロ以上体重がまあ武蔵丸より,より少し大きいよねそれを彼はあのここで <laughs> まだ耐えるんだそうであの体重身長は2 3 0ンチだから二0センチオーバーの力士すごい現実世界で見たらすごいんだなとドガンとこれ武蔵丸がね あの最初にとっついて本当にかっこいいなってまあ知ってはいたんだけどこんだけすごいんだねでこれがあの千代の富士です。この下半身 すごいよねあの1 2 6キロしか体重なかったまあ恵まれていないって言われてたらしいんだけど横綱を張ってた方です身長は1 8 3センチだからまああ,のあんまり朝青龍と変わんなくて大きい方じゃないんだけど彼の,あの体脂肪率が低いことで分かるその肩のラインもそうだし二頭筋がどれだけ張ってるかっていうのもはっきりと見えると思う千代の富士はすごいでこうやって日本相撲協会のインスタグラムかなんかで引っ張ったんだけど彼の僧帽筋とか、まあ、骨格の良さはすごい分かるよねうん。 で、その千代の富士とライバルとも言われてた鷹の花ね。まあ今は若、うん親方になってた人なんだけどね。うん。そういうことで、あの、まあ今日は全然いつもとは関係ないんだけど、こん力士半端ないということで、ちょっとあの皆さん自粛、あの外出をその控えてる中で、まああの相撲を見てるっていうのも面白いかもしれないです。まあ日本のね、国技の中でもう素晴らしい文化があるんで、ちょっとすげえ最近見ちゃって、まあ年を感じます。好きになったんで。ではまた。